はい、おじでーす。さあ、もう13時、13時。もう今日一日もうボボで潰れてる、ほんとね。もう14時になったら中国がお昼休み終わるからね。今2人ぐらい連絡来てるので、もうやりとりしなきゃなんないし、今日作んなきゃなんない動画もあるしね。運動もしなきゃなんないし、ね。なので、もうこれで多分もう最後です。ね。今回は視聴者様からね、いただきました。一部機種は激ムズ。APN 設定追加の呪文は必要。という投稿をね、いただきました。ね、もう一筋縄ではいかない、ほんとね。ボボ。こんなに苦労して、こんなに難しいの、ボボ。もう楽天モバイルが簡単すぎて、本当に信じられない。この難易度の高さは。ね、で、視聴者様からね、投稿いただきました。ね、おじいお疲れ様。この設定の仕方ではないですか。ね、Android スマートフォンの場合。APN 設定を行ってください。今まで EU でお使いの Android スマートフォン。ね、設定ネットワークでインターネット、モバイルネットワークで、アプリポイントで新しい APN またはタップしてっていうね、ポポ 2.0 を選択してください、ね。で、入力いただく設定項目はね、皆さんが教えてもらった通り、ただここからなんです。おじいはここまではやりました。ね、で、これね、一部機種において入力データに誤りまたは不足していますと表示される場合があります。その場合は追加でユーザー ID、パスワード、認証タイプ、チャップと入力してください。これまた難易度高いな、これ。これを入力するのって難易度高いぞ、これ。本当。いやまあ頑張ればいけるかもしれないけど、で他の皆さんのねコメントね、あるいは王さんね、モバイルネットワークまあ SIM が入ってるからね、最後の保存忘れなくね、ありがとうございますね。小泉さんもね、これね、もう、なんか、これをズバリ教えてよ、つってね、いただきました。ありがとうございます。本当ね。で、今回は、入力データに誤りがありますっていうのは出てこない。もうね、目が水中見てるみたいに、もう、ぼやーっとなって、もう今日限界なんだよね。すっごい。なんか、ラズベリーかなんか買ってこないと、あ、ブルーベリーか。ね。確かイオンにもなかったかな。あそこ行けばある。業務用スーパー行くと、確かブルーベリーの冷凍のやつ売ってたと思うんで、だってあれ買ってきて、ガバガバ食べないと、目がきつい、ほんと。で、今ね、これソフトバンクだと表示されます。で、APN 設定は済ましてるんだけど、ボボだといかないです。SIM をボボにして、で、ちょっと時間、あれしたいといかないんで。でもメッセージは出てこないよ。難易度高い。すっごい難易度高い。で、もう一個、楽天ハンド 5G に入れようかな。それとも、シャオミに入れようかな。どうしようかな。もういいかな。
ほら、6回入れたのにいつも4個しか認識しないんだよ。これがなんでなんだろうね。はい、で、ボボに切り替えました。で、この、あー、これはソフトバンク、危ない危ない危ない、こっちじゃない、こっちじゃない。下の方だ、これじゃない。危ねえなー。下だよ。ボボ。で、はい、それじゃあね、この、ボボの設定はちゃんとやってあるんだけれどもね、3箇所、名前と、なんだっけな、APN と、なんだっけ、もう1個、4と6、とりあえず名前はボボでいいでしょ、ね、APN と、あともう1個、なんだっけな、4と6、APN プロトコルってやつね。ここの設定したったけど、これが不足してる可能性があるのでね。ユーザー ID ね、まあ、ユーザー名ってところかな。USER。USER アットマーク、アットマークが難易度高えな、本当。アットマークは数字、数字のところからどっちだ、これ右か。アットマーク POBO.jp、これでいいね。これでいいね。で、パスワードが POBO。いいね。で、認証タイプチャップ。認証タイプってどこにあるんだよ。あった、はい、認証タイプチャップで、チェックを忘れないようにチェックを押してね。はい、これで OK かな。で、電波が、今 HD ってのが来たな、うん、まあもうちょっと待とう、42、もうあのもうちょっとしたらね、あの2人中国の職さんとお話ミーティングあるんでね。今もう季節の変わり目って、季節物のやつ結構来て、あの同じ部署でもいろんなブランドでね、あのまあいろいろ暴露になっちゃうけど、いろんなブランドでいろんなもの売ってんじゃん。あの一個のオフィスでみんないろんなものを担当してやってるから、一件二件受けるとみんなね、あの専門人にやってもらったらってこうみんな買ってくるんで、次から次と来るんだよ。さあやっと
はい、追加設定、ね、ありがとうございます。一部機種は激ムズ、ね、古い機種なんで、ね、はい、今度こそ結構切り替えるの早かったか今。来ないのやっぱりボボ。ボボ来ない、ボボ来ないよ、やっぱり無理だよ。SIM 管理をちょっとソフトバンクに戻して、でちょっと待たれよ、まだね、あの電波が来るまで。ちょっと時間かかるんだよね。あ、今パッて来た。おーおい、来た来た来た、今パッて来た。はい、ソフトバンクに切り替える。ほら、来るんだよ。来るんだよ。おせえな、ソフトバンク、おい。おい、ソフトバンク、呼び込まねえじゃん。おい。ソフトバンク大丈夫か、おい。ソフトバンク読み込まねえんだけど、更新をしてやってきた。やってきた、ね、おっせえよ。ということで、しかない、ダメだ。はあ、もう気力も限界、体力も限界。ね、もうボボは引退します。ね。終わり、終了。応援いただいた皆さん、ありがとうございました。ね、ボボダメでした。はあ、もう無理。